地図長野県長野西高等学校は、長野県長野市場小清水にある県立高等学校。1896年4月10日、長野町立の高等女学校として開校した。校舎は、現在の長野市立城山小学校の一部を借用していたが、1902年に現在の場所へと移転。1948年に現在の校名となった。 1985年より男女共学化。2009年には全日制分校の中条校が開校し、2020年4月に公立高校通信制課程では移植のサテライト校として、もちサテライト校が開校。出展出展校章1906年制定。当時、図画の教員として在職していた金井義次が火事の葉と元月を組み合わせてデザインした。 火事の葉は学校のそばにある裕福神社の神門に由来している。火事の葉からは丈夫な繊維も作られるため、火事の葉の布のように強くたくましくあってほしいという説もある。玄月は上限の月であり、細い月がやがて満月になることから、学問を積むことで人格も知性も円満になるようにとの願いが込められている。効果16の運動系クラブがある。 20の文化系クラブがある。見学の精神にある一瓶百元は、初代校長の渡辺聡氏が大衆を相手に一本の瓶で様々な科学実験を披露。その実験名及び、それをもとに作成したパンフレットの名による。瓶は瓶をもじっている。2006年、大林信彦監督の映画、天候制さよならあなたからのロケに使用された。ありがとうございます。